皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの藤井風さん。以前まではその素性がベールに包まれていました。しかし2021年 NHK 紅白歌合戦に出場した前後から、各局のテレビ番組に積極的に出演するようになり、徐々にその人となりを確認することができるようになってきました。すると、英語を流暢に話す姿や考え方、そのいでたちからハーフなのではないかと噂されるようになったのです。今回は藤井風さんの素性に迫ってみたいと思います。藤井風さんは1997年6月14日生まれ、岡山県の出身です。藤井風さんがメジャーデビューしたのは2020年1月24日です。デビュー前から藤井風さんの YouTube では、あらゆるジャンルのカバー動画を多数投稿して人気がありました。現在のチャンネル登録者数は117万人以上ですから、その人気は絶大です。2021年9月に行われた日産スタジアムでの無観客ワンマンライブは、降りしきる雨の中ピアノ一本で歌を歌い上げ、 SNS 世界トレンド1位になっています。今や藤井風さんは日本だけでなく世界中からも注目されているアーティストなのです。そんな藤井風さんは3歳からピアノを習い始めたそうです。ジャズ、クラシック、ポップス、歌謡曲、演歌までありとあらゆる音楽を聴いて育ったといいます。父親からこれからは YouTube の時代と言われて、12歳の頃から実家の喫茶店で撮影したピアノ演奏を YouTube で公開するようになり、人気を集め始めました。そして2019年に上京します。メジャーデビュー前にもかかわらず、開催するワンマンライブは全て完売になるほどで、2020年には YouTube が世界の気鋭を紹介するアーティストオンザライズに日本人アーティストとして初めて選出されています。その後は数々の賞を受賞し、テレビ朝日の報道ステーションで特集を組まれたり、楽曲がドラマの主題歌となったりするなど、活躍の場を広げていきます。藤井風さんは岡山県のご出身で、地元の浅口郡里庄町では町の公園の時報で藤井風さんの歌が流れるなど、町ぐるみで応援しているそうです。これには藤井風さんもとても嬉しいようで、 SNS で発信しています。実はあるお仕事で岡山に一瞬だけ帰っとったんじゃけど、広場でわしの曲かけてくれとったんよ、思わず踊ってしもうたわと綴っています。藤井風さんがハーフなのではないかという噂が以前からあります。結果から言えば、藤井風さんのご両親は日本人なのでハーフではありません。ハーフなのではないかと思われるのにはいくつか理由があります。まずは彫りの深い顔立ちと日本人離れしたワイドルな雰囲気からそう見られているようです。とにかく彫りが深くてイケメン度が半端なく、おまけに身長は181cmと高身長で、スタイルも抜群です。パーフェクトすぎるスペックで女性からも男性からも支持されています。藤井風さんの YouTube チャンネルではある特徴があります。ハーフなのではないかと思われる大きい理由の一つは、その英語力でしょうか。登録者数100万人を超える YouTube 公式チャンネル藤井風では、自身が作詞作曲した楽曲について語るのは全て英語です。英語力の凄さから、帰国子女か両親が外国人で、家庭で日常的に英語を使ってきたのかと思えるのですが、実際には海外生活も留学もしておらず、全て独学で英語力を身につけたそうです。驚いたことに、藤井風さんは英語を音楽と同じように耳コピで覚えたといいます。高校が進学校で英語にも力を入れた学校だったことから、文法もしっかりマスターされた英語です。頭も良くて耳コピもできる藤井風さんにとっては、英語も音楽も同じなのかもしれません。藤井風さんの容姿とオーラ、そして英語力、ハーフなのではないかと思うのも無理はありません。藤井風さんはなぜこんなに英語が上手なのでしょうか。藤井風さんは岡山県立岡山城東高校の音楽学類のご出身です。その後大学に進まれたという情報がないので、大学へは進学していないようです。これだけの音楽的才能があるので、有名音楽大学のご出身かと思っていた人も多いのではないでしょうか。ただ藤井風さんの通っていた岡山城東高校は県内では有数の進学校です。音楽学類クラスからは東京芸術大学や有名音楽大学へ進学する生徒もいるそうです。
藤井風さんがそういった道に進まないという選択をしたのもある種異質と言えるでしょう。しかも文部科学省が主導するスーパーイングリッシュランゲージハイスクールの指定を受けている学校なので英語教育に力を入れているそうです。このように藤井風さんの英語力がすごいのはハーフとか海外留学で得たわけではなく独学によるものでした。そして現在も英語の勉強をしているとのことです。藤井風さんのご実家は岡山県でミッチャムという喫茶店を経営しています。残念ながら現在一時の間休業をしているそうです。2020年に発売された藤井風さんのファーストアルバム Help Ever Heart Never のアルバムタイトルは常に助け決して傷つけないという意味です。この言葉は藤井風さんが父親から教えられ普段から当たり前に思っていた概念なのだそうです。このことからも藤井風さんの父親が素敵な考え方の持ち主であることがわかります。幼少の頃から音楽に慣れ親しんできた藤井風さんはピアノだけでなくサックスやエレクトーンなども弾きこなします。こんな場合多くは両親がミュージシャンであることが多いのですが、驚いたことに父親は何の楽器も演奏できないのだそうです。ピアノは習っていたそうですが、ピアノを弾けない父親がいつもそばで教えてくれていたといいます。音楽が大好きな一家に生まれたからこそ多種多様な音楽に触れる機会があり、現在の藤井風さんの音楽が生まれたのでしょう。藤井風さんは4人兄弟の末っ子です。長男の空さん、長女の海さん、次女の陸さん、そして末っ子の藤井風さんという兄弟構成です。お子さんのネーミングセンスも少し変わっています。長男の空さんもミュージシャンで YouTube にもその活動の様子がアップされています。長女の海さんはすでに結婚しており、大阪の広告代理店に勤務しているようです。藤井風さんがインスタグラムでお子さんとの画像をアップしていますが、海さんのお子さんのようです。次女の陸さんのご職業などは分かりませんでしたが、岡山県立龍岡高等学校を卒業後にカナダのトロントに留学していたのだそうです。お兄さんやお姉さんとは10歳以上も年が離れているので、幼少の頃から可愛がられて育ったのだろうと推測します。こんな環境もまた藤井風さんの音楽的才能を伸ばす要因だったのでしょう。さて藤井風さんには次のような噂があります。実はサイババ信者で音楽活動が不況につながっているのではと話題になっています。その証拠として分かりやすいのがアルバム名で、その意味について簡単にご紹介したいと思います。藤井風さんがサイババ信者と言われる一つの理由がある動画に映っています。ある動画には藤井風さんの後ろに飾ってある写真に誰か写っています。実はこの写真の人物がサイババさんだと言われています。実際の動画を確認すると1分14秒のあたりでサイババさんが映り込んでいました。サイババとはインドの霊的指導者で、本名はサティア・ナーラーヤナ・ラージュと言います。サイババさんの説法が不治の病を治すといった数々の奇跡を起こしたことで昔有名人となりました。その名はインドだけにとどまらず海外にも広まり、世界各国に数百万人以上の信仰者ができたほどです。藤井風さんはサイババ信者であることを隠そうとしていないため、ご自身でそうとも取れる発言や SNS の投稿をしています。2020年9月20日の報道ステーションにて、父親がインドの少女サイババの言葉を大切にしている。2022年9月24日自身のインスタグラムにて母親とインドで撮った写真を投稿。公式アプリにて母親のお腹にいた時と生まれた後すぐに祝福を受けにインドを訪れた。これ以外にも数々の理由から藤井風さんは宗教2世ではないかと噂されています。不況疑惑と言われる理由が藤井風さんの楽曲にサイババの思想が入っているということです。それはアルバム名を確かめるとよくわかります。 Help Ever Heart Never イコール常に助け決して傷つけない、 Love All Serve All イコール全ての人を愛し全ての人に奉仕する、これはサイババの有名な教えであり、アルバムのタイトルだけでなく様々なところにサイババの思想が入っています。個人的にある宗教を信仰することは悪いことではありません。しかし知らずにファンが宗教に触れてしまう状況が生まれているということが最近
問題視されているのです。一方で最近ますます魅力的になっている藤井風さんの恋愛事情が気になるところです。そんな中、藤井風さんの恋愛対象は女性に限っていない、男性もあり得るとのコメントが上がっているので調べてみました。恋愛対象が固定されていないと考えられる理由の一つ目は、彼女歴が出てこないということが挙げられます。藤井風彼女と検索すると、シシャモというバンドメンバーの宮崎麻子さんが出てきます。藤井風さんがブレイクする寸前の2019年3月に香川県で行われた中四国野外音楽イベントモンスターバッシュで、移動する同じワゴン車に2人が同乗している写真が SNS で発見されたことが噂の元になっているようです。当然のことながら、その車には他の人たちも乗っています。お二人はもしかしたらお友達の関係かもしれないのですが、特別な関係ではないようです。そこで藤井風さんの他の女性関係や恋愛事情を探してみますが、全く見つかりませんでした。恋愛対象が固定されていないと考えられる理由の2つ目は、女性目線の歌詞を自然に書けるということが挙げられます。藤井風さんの作詞する内容が女性目線であることが多く、繊細であるところがあります。特に藤井風さん作詞の優しさは、とても男性が書いたとは思えない複雑な女性心が表現されています。通常男性が作詞する場合、男性目線で女性を思う内容の歌詞が多い中、藤井風さんはその逆ができるのです。そしてそのような女性目線の歌詞がさらっと出てくるところを見て、藤井風さんはバイセクシュアルなのではないかと感じる人が出てきているようです。恋愛対象が固定されていないと考えられる理由の3つ目は、中性的魅力があることが挙げられます。藤井風さんには男性的な色気を持ちつつも、決してマッチョでない中性的な雰囲気にあります。ある時ラジオの生出演で、司会者が藤井風さんに彼女の有無を質問したことがありました。その時にとても言葉を選んで答えていたそうです。司会者が彼女と決めてかかって質問していたことに、好きな人が女性である前提の回答をしなかったために、それを聞いていたファンがかえってモヤモヤ感を抱いてしまったといいます。藤井風さんの楽曲から伝わるメッセージはとてもピュアで優しいとされています。そのソフト感が女性的、中性的と感じられるのも腑に落ちるものがあります。いかがだったでしょうか。今回は藤井風さんの生い立ちや素性について深掘りしてきました。結局のところ、藤井風さんの恋愛対象は女性だけなのか男性もありなのかは定かではありませんでした。しかし藤井風さんの発信するものを追っていくと、全てに対する愛が感じられ、恋愛も女性だけに絞る必要もないのではないかという結論です。一方で英語を独学でマスターし、あらゆる音楽ジャンルを好んで自己の音楽に落とし込むという天才的な一面も見受けられます。そんな常人では到達できないような人が音楽を奏でているというのもなんだか面白いものです。またそういった人が作り出す音楽に惹かれてしまうのも納得できます。藤井風さんが今後どのような発信をしていくのか、引き続き注目していきましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。